東北警察署は横浜市警察ブレーカー第二方面に属する神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。管轄区域内には横浜の新都心である新横浜を抱え、横浜国際総合競技場や横浜アリーナ等の大規模な雑踏警備対象が多く存在するほか、東急東横線沿線には古くからの繁華街があり、 多くの主要幹線道路が交差する交通の要所でもある。当初は警察署別の管内居住人口が神奈川県下で最も多い、およそ35万人が住む港北区全域の治安を担っており、その結果横浜市内の警察署の中では対処事案が最多。故に年間を通じ数多くの特別捜査本部が立ち上がっている。署員数300名以上。 県下有数の大規模警察署であり、署長には現場経験豊富な警視制が任命される。署内には刑事部機動捜査隊の広報分駐所や管区機動隊も配備されているほか、新横浜駅構内には地域部鉄道警察隊の新横浜分駐所が設置されている。上述の通り、機動隊を運用しての大規模警備事案が多く発生するため、 警備部門の体制強化が図られている。庁舎老朽化のため、平成22年4月1日に現在地に新築した庁舎に移転した。新庁舎は地下に拳銃射撃場を備えている。平成29年以降、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため、街頭防犯カメラを運用している。県下で数少ない警察署の一つ。識別証所,所属表示は NF。 1948年3月7日、警察法の交付に伴い、自治体警察として横浜市警察が発足し、江北警察署を開設したと江北区の公式ホームページなどに記されているが、横浜市警察において江北警察署が設けられた事実はない。ありがとうございます。